FNS 歌謡祭 2014FNS 歌謡祭ジャニーズ事務所所属アーティストが出演する中継会場として使用された富士テレビ本社 FCG ビルの V4 スタジオ 2014FNS 歌謡祭は富士テレビ系列で2014年12月3日19時23時42分に生放送された通算43回目の FNS 歌謡祭司会は 2012FNS 歌謡祭以来2年ぶりのスマップの草薙強しフリーアナウンサーの高島彩さらに2012年から放送開始の派生番組 FNS 歌の夏祭りで草薙と共に司会を務めていたフジテレビアナウンサーの加藤彩子がトリオ体制で担当したフジテレビ時代の加藤の FNS 歌謡祭出演は最初で最後となりまた FNS 歌謡祭の司会を2005年から担当してきた草薙が FNS 歌謡祭の司会を務めるのはこの年が最後となった。翌年以降は森高千里とアンジャッシュの渡辺健が司会を引き継いでいる。2011年まで10年間総合演出を務めた板谷英治が3年ぶりに復帰。一方で長年フジテレビの音楽番組を仕切ってきたプロデューサー。 菊池真が別部署へ移動になったため、長時間にわたるジャニーズ所属アーティストのノンストップメドレーが初めて行われるなど内容が一新。放送時間も番組史上初の深夜の深い時間帯へと拡大されて放送された。会場は例年通り、グランドプリンスホテル新高菜は大宴会場、起点からの生放送だったが、ジャニーズ事務所に所属、 そのうちスマップは司会の草薙を除いた4人が、富士テレビ V5 スタジオでパフォーマンスを行った後、グランドプリンスホテル新高輪に移動の上、草薙を含めた5人でパフォーマンスを行った。菊地は生か生演奏にこだわっていたため、V5 スタジオでの生演奏なしや、事前収録のアーティストが多数いたりしたのも、例年とは異なる特色であった。テーマは、 史上最高の音楽祭である。今回は放送時間を4時間42分に拡大。出演アーティストは87組。披露曲数も過去最多の105曲に大幅拡大となった。平均視聴率は15.4%となった。また、瞬間最高視聴率は森山直太郎、クリス・ハート・オールのコラボレーションで披露されたハッピークリスマスのシーンで、 19.7%だった。なお、演歌歌手勢が出演を見合わせたに出演している。高参性が高かった。トップバッターは、メイジェイ、ゴーヒロミ、バレーシャンブルーエストの共演。今回のステージの最多出演者は、NMB48、AKB48 の山本さやかであり、8曲に参加していた。番組前半では、フナッシーが、イーガールズとの共演で、ホロメ。 HKT48 との共演で、メロンジュースの2曲を披露した。また、ドリームファイブとキングクリームソーダが、妖怪体操第1、ゲラゲラっぽいの歌の2曲を、複数の他のアーティストとの共演でメドレーを披露した。さらに、徳永秀明と小室哲也が2007年以来の7年ぶりの共演で、寒い夜だから、と披露した。番組中盤では、今回の目玉となる。 スペシャル企画として、デビュー35周年を迎えた、近藤雅彦が、近藤雅彦デビュー35周年スペシャルメドレーと、題して、ジャニーズ事務所の先輩であるスマップをはじめ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、滝沢秀明、ニュース、カンジャニエイト、カトゥーン、ヘイ、セイ、ジャンプ、キスマイフット2、セクシーゾーン、ABCZ、 ジャニーズウエストの14組70人とのそれぞれの共演で、近藤の7曲のスペシャルコラボレーションメドレーを披露した。また、近藤雅彦デビュー35周年スペシャルメドレーの前には近藤を除く上記の14組が、ジャニーズムのスーパーヒットメドレーと題して、ジャニーズウエストからスマップまで後輩から先輩へバトンタッチする形で、それぞれの過去のヒット曲、 一曲ずつメドレーで披露した。近藤正彦デビュー35周年スペシャルメドレー、終了後の司会の草薙と近藤のトーク中には、中継の草薙も含め、スタジオに15組71人が総出演して、同じ画面に揃い、ジャニーズカウントダウンライブや、他の大型音楽番組などでも過去にはなかった、ジャニーズ大人数の共演が実現した。ここまでの大人数での共演は、 初の出来事である。また、嵐が2011年以来の3年ぶりに生出演した。また、翌年の2015年では、同じく15組のジャニーズアーティストが出演したが、2回放送されることに伴い、15組を第1夜に、フジテレビで、レギュラー番組を持っている8組、第2夜にフジテレビで、レギュラー番組を持っていない7組と、それぞれ2日に分けて出演していた。 番組後半では、トンネルズが、女性グループの e ーガールズ、桃色クローバーアット、AKB48 グループとのそれぞれの共演で、スーパーヒットメドレーを披露した。トンネルズの3曲のスペシャルコラボレーションメドレーを披露した。また、ザ・アルフィーがミワと山本さやかとの共演で40周年スペシャルメドレーを披露した。ザ・アルフィーの2曲のスペシャルコラボレーションメドレーを披露した。 さらに、クリスマスソングメドレーを出演アーティスト同士の、共演や、カバーなどで披露された。ジャニーズ事務所からは、近藤正彦、スマップ、トキオ、キンキキッズ、V6、嵐、滝沢秀明、ニュース、関ジャニエイト、カトゥーン、ヘイ、セイ、ジャンプ、キスマイフット2、マイ祭り組、セクシーゾーン、ABCZ、ジャニーズウエストの当番組過去最多の16組が、 出演した。また、滝沢秀明、カンジャニエイト、カトゥーン、ジャニーズウエストは、FNS 歌謡祭に初出演となった。さらに、上記の、近藤雅彦デビュー35周年スペシャルメドレー、ジャニーズムのスーパーヒットメドレーを含めて、ジャニーズ事務所所属のアーティストのパフォーマンスはすべて、グランドプリンスホテル新高菜は、非店ではなくフジテレビ本社。 FCG ビルの V4 スタジオで披露された。今年は、ジャニーズ事務所の滝沢秀明、カンジャニエイト、カトゥーン、ジャニーズエストも含め、アイコ、イエイリレオ、HKT48、カタヒラリナ、キングクリームソーダ、クリスハート、世界の終わり、ドリームファイブ、西内マリア、旗本博フナッシー、フランプール、ポルノグラフィティ、メイジェイの18組のアーティストが、 FNS 歌謡祭に初出演した。全105曲中46曲がコラボレーションで披露され、例年よりコラボレーションが少なめで単体での新曲披露が多めの番組構成だった。AKB48 の河井里奈、SKE48 のギザ46の松井、麗奈、SKE48 の古川愛里、NMB48、SKE48 の山田。 7にとって最後の FNS 歌謡祭の出演となった。ふとし文字は当年の NHK 第65回 NHK 紅白歌合戦にも出場した歌手である。ありがとうございます。